こんにちは。顔大丈夫ですか。こんにちは、クリスタルです。今日ね、私ここどこでしょう。マイクがありますよ。皆さんお久しぶりです。京都リビング FM845 のスタジオからお送りします。昨日いろいろトラブルがありまして、皆様に本当にご心配ご迷惑をおかけしました。こういうところに今座って私お話を皆さんにさせていただいてますけども、これは私のね、氷山の一角です。もうこっから先の天みたいな姿です。多分私が生まれてから今まで52歳、の私のここまでの人生と皆さんと、かえっこしようかなと、差し出したら、多分いらないっていう人生だったと思いますよ。いろんな方のねお話を聞きますけど、それぞれの人生、自分しか知らないことを皆さんいっぱい持ってらっしゃって、カメラマンですごい有名になってらっしゃる方のお話なんかも伺うんですが、その方の人生と今いらっしゃるキャリア含めて、私変えてもらいたいなとか思っても、その人の苦労を考えると、私はとてもその方のようにはなれないなと思ったりしてます。今日は、マネージャーが新しくつきましたのでご紹介しましょう。中村優子さんです。こんにちは。顔大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。大丈夫ですよ、大丈夫です。で、宇佐美さんを経由して、はい、戻ってまいりました。カラビナインブルーは、来年4月第3月曜日の午後9時から10時、装いマラトンの1時間番組で、リニューアルします。それともあって、皆様がお好きだったあなたのブルーなハートに寄り添いたいってやつ、あれがちょっと変わります。今日はその録音に来ております。また、CM なんかもね、京都伏見のあたり流れてるんですが、その、CM も録音に来ました。今日はちょっとの赤い西野くん、私のペアの 子がいないんですけど、申し訳ないで、いない。またの機会にお会いしましょう。じゃあこれから、録音に入りますので、それではまた。 See you。